いつの日か必ず運気上がってくるだろうと思いながらずっと過ごしていたけれども、全く運気は上がってこなかった。運気というやつは、自らが積極的に上げにかからなければ絶対に上がらないのが運気。僕はこの13年間ずっとこの運気の研究をしてきている中で、運気というのは技術だってことなんですよ。物を手放すということが最も即効性のある開運方法だと気がつくわけです。皆さんが大切にしたものからしか大切にしてもらえないんですよ。辛いことある、悲しいこと、理不尽なことたくさんある。だけどもそこには意味があるんだよってことです。まあ大木というのは僕らの運気を上げてくれる木。そしてこの木は玄関からしか入ってきません。トイレ掃除を毎日してなくて、なんか運気上げたいとか言わないでほしいぐらいのレベルがトイレ掃除なんですね。トイレ掃除は臨時収入が入ってくるということではなくて、自分の欲しいものがもらえるということなんですよ。これ間違いなく効果があるって。現段階で僕が知ってる最強の法則、それはこれです。